この動画は、とってもしょうもないです。アレさんテレビ番外編。番外編、10番フォトスクリーン。アレさんテレビ。はい、というわけで、どうも、リクエストが来ておりますの前にですね、私とね、ラーがね、交代しましたよ。もう、ラーさんったらもう。ラーさんとね、私ね、声を交代しました。一部だけね。この声は絶対私じゃないと盛り上がらないでしょ。自分で言っちゃった。はい、じゃあ質問が来ております。ラーさん。あ、質問、いや、もう、高評価の言葉です。はい、じゃあ読んでください。私の妻よ。なんで読ませるかって、うん、まあまあ、まあ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 、いいじゃないですか。よくないよ。じゃあ私が読みますよ。まあ本当に、もうお邪魔不評はしろいや、もう天才。織田信長、羽柴秀吉より。ああ、この時まだ豊臣秀吉さんになっておられなかったんですね。うん、はい、というわけで、うん。はい、もう面白いですか？うん。面白い、嬉しいですね。これ、すごい、もう。この縄文夫婦、戦国時代から始まっていた？はい。実は、YouTube よりさ、ずっと前に始まっていました。嘘ですが。はい。というわけで、織田信長さんと豊臣秀吉、あ、違う、羽柴秀吉さんは、未来に来て、書いてくれたんだそうです。ありがとうございました。織田信長さんは本能寺で焼かれたと思いきや未来に行ったんですね。すごいや、うまい。ありがとうございました。